ようやく君と二人になれた大げさだっていやいくら大太紫妃の誕生日の式典だからといって日本からわざわざ駆けつけてくれる友人は普通の人間ではそれほどいまいテゥルキエ支者の部下にもとても慕われているようだったし君は本当に人気者なんだな 嫉妬するかどうかかそれはもちろんしないわけはないなだが心の狭い男だと君に嫌われたくはないああ俺はいつも余裕のあるふりをしているだけなんだ本当はいつも君に嫌われないかとそればかり心配している常に仕事を追いかけてきたから 君の喜ぶものを用意しろと言われたらそれをきちんと用意できる自信がないだからその俺からの誕生日プレゼントは期待しないでほしいんだがああるに決まっているだろう。確かに初めてのホワイトデーは忘れてしまっていたがうあの時はすまなかった 許してくれるのかそうか <laughs> ありがとうその代わり今日は期待しているそんなことを言われると困ってしまう俺を困らせて楽しんでいるのかまったく悪い子だな君はそういうふうに。 表情がコロコロと変化する君も好きだが誕生日を迎えて俺のそばで時を過ごして君がどう変わっていくのかが楽しみだもっと俺の知らない君を見せてくれ君の人生に俺はもっと寄り添って生きていきたい出会うまで寄り添えなかった分を今からずっと今年も 来年も、そのまた翌年もきっとその時になったら今日のようにあっという間だったんだなと思うんだろうな <laughs> 肝心の誕生日プレゼントはこっちについてきてくれるかこれは電気を消して月の光が当たるところで見てほしいんだ。 この辺りなら窓にかざせるなそのこれなんだが貝殻をかたどったペンダントその穴の部分に海が見えるんだレジンアクセサリーというらしい偶然寄ったブランド店で販売していたものなんだが君の好みではなかっただろうかだが 俺はこれがとてもきれいだと思ってきれいだと思ったものを君と共有したかったんだ。な何というか幼いなこの気持ちはだがきっとこれが愛おしむということなのかもしれない君と同じ気持ちを分かち合いたい君が悲しんでいる時は悲しい気持ちを。 喜んでいる時は喜びの気持ちを共になあ,あそうだこのペンダントは月にかざすときれいにそれを反射してくれるんだほらそうだから電気を消して窓のそばがいいとい… <laughs> 君のそんな顔が見られて幸せだ気に入ってくれたんだな 今、君につけても <laughs> ああ似合っている窓に君の姿が反射してまるで海の中に現れた妖精のようだ腕に捕まえておかないと逃げられてしまいそうだなこれからの誕生日にはいつもこうして俺といてくれるか